手話ができる天才ゴリラココが44歳の誕生日に子猫とお友達になりました。お友達というよりはさながら母子のような姿に癒されます。ゴリラのココは幼い頃に病気にかかってしまい人間の下で育てられ、研究者のパターソンさんはココに手話を教え続けました。するとココは手話を覚えて手話を使った会話までできるようになり、パターソンさんがココに絵本を読むと登場する猫に興味を持ち、猫が欲しいと手話で訴えました。そこでおもちゃの猫をココにプレゼントしますが、彼女は気に入りませんでした。パターソンさんはココが猫を殺してしまうのではないかと心配しながらも本物の猫をココに渡し、するとココはまるで人間が猫を飼うかのように猫と遊び始めた。彼女は猫のボールを舐めたり抱いたりとても可愛がっています。しかし残念なことにボールは車に轢かれて死んでしまい、ボールの死を知ったココは深い悲しみに暮れていた。ココは話したくない、悲しい、好きと手話で伝えて声を上げながら泣いています。またココ自身も死をしっかりと理解していて、死んだら眠る、普通のない穴にさようならと答えています。ココが悲しんでいるのを見るに忍びなくて、誕生日にパターソンさんが彼女に数匹の子猫を見せると、ココは猫のグレイに一目惚れ、すぐに抱きかかえました。愛おしそうに見つめ合う様子に母性を感じますね。さらに猫側からもアプローチブラックという名の子猫がココを気に入ったようです。こうしてココと2匹はすぐに打ち解けて仲良くなりました。そして手話を使って研究者たちに猫を頭に乗せてと頼んで、モコモコの毛の上に我が子を乗せて5万円です。ココはもともと赤ちゃんが大好きで、しかしながらゴリラの赤ちゃんを設けることは難しいですから代わりに子猫を引き取ったそうです。しかし残念なことに、人と心を通わせるだけでなく手話で会話していたゴリラのココが46歳で眠ったまま息を引き取ったと、ゴリラ保護の非営利組織である米ゴリラ財団が発表しました。ゴリラの感情と認知能力を学ぶ上で彼女の存在は計り知れない。50年も生きるゴリラは滅多におらず、46歳は立派な大往生なんだそうです。ココは1971年7月4日にサンフランシスコ動物園で生まれ、アメリカ独立記念日である7月4日に生まれたため、この日に上がった花火になぞらえて花火子と名付けられており、ここから愛称のココが誕生しました。ゴリラのココは心理学者のパターソンさんの論文プロジェクトの一環で幼い頃に手話を教えられた。時間をかけて1000種以上の手話を理解し、そのうちの600種類を日常的に使っていたそうです。もともとパターソンさんのプロジェクトはサンフランシスコ動物園で行われており、現在世界で最も長く実行されている猿言語研究とされています。ココの言葉と共感能力は多くの人々の心を打ちました。彼女は生涯で複数のドキュメンタリーに出演しており、1978年10月には鏡に映った姿でナショナルジオグラフィックの表紙に登場し、1985年1月には愛猫ボールと共に2度目の表紙を飾りました。2012年にはリコーダーを学んで、これまで人間以外の霊長類にはできないと思われていた呼吸コントロールがゴリラにも可能であることが証明されました。2016年ココが自分のベースの鶴を引っ張ったり、鼻をこすりつけたりしてもお構いなしだった。手話プロジェクトを進める中で語学者のチョムスキーさんや認知学者のピンカーさんなどから、ココは自分が出しているサインの内容を理解しているのではなく、研究者の手の動きを真似しているだけ、もしくはご褒美をもらいたくてやっているだけといった懐疑的な意見も出ました。しかし霊長類の知能とコミュニケーションスキルの高さが明らかになるにつれて、こうした意見は少数派になっていき、近年研究者はチンパンジーやオランウータンにも手話を教えています。その結果彼らが言葉を理解し伝えることができる一方で、構文や適切な文法を使うことはできないことが分かっています。人間以外の霊長類は人間のような生態を持っていないので私たちと同じように喋ることはできません。しかしグラフィックベースの象徴的な言語を通してなら感情を表現することができます。ゴリラ財団は今後もゴリラの感情的能力や認知能力についての調査を続けながら、アフリカの保全活動を行うことでゴリラ及び人間の利益となるプロジェクトを推進していくとのことです。ココは生涯を通じて私たちに霊長類の持つ高い能力を教えてくれた。財団の声明にはこのように記されています。
ここは全ゴリラの親善大使として医師間の交流と共感の象徴として何百万という人間の心に感動を与えました。生涯愛された彼女は今後も人々の記憶に残るでしょう。昔研究者がココに動物は死んだらどこに行くのと聞いたことがあります。ココは心地よい穴の中と答えたのだそうです。きっと今頃ココは心地よい穴の中にいるのでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。